はいどうも、なおちんです。さあ今日はワンピース海賊無双4の新しい情報がついに出ました。ほんとちょうど今 YouTube で発表がありましたね。ダウンロードコンテンツ第4弾のキャラクターの実装日発表しました。なんと9月14日木曜日ですね。これはね、俺の予想通りでしたね。キャラクターの予想は思いっきり外したんですけども、実装日は当てました。9月14日の木曜日からです。で、おそらく日付の変わる0時ちょうどから新しいキャラが使えるようになると思うんですよね。もう0時から全力でやり込んでいきたいと思います。皆さん誰使いたいですか？おそらくルフィかヤマト使いたいっていう人が多いと思うんですけども、俺はカイドウを使いたい。もう本当前のキャラのカイドウが強すぎたので、どんだけ強くなるのか本当に楽しみで仕方ありませんね。それでは新キャラ実装まで残り4日となっております。今使えるルフィとカイドウ、それをちょっとね練習しながら4日間待ちたいと思います。0時ちょうどになったら本当やりまくりますよ。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。